つの能力しか鍛えられない縛り栄冠ナイン極み高校やっていきましょう、はい、本日は夏の県大会決勝戦です。まあ勝てるでしょう。前回はね準決勝と準々決勝圧勝しました。特にね松井裕樹投手、今大会まだ1点も取られていないというね、まだ2年生ながら圧巻のエースさばき、エースぶり。草津北、B だった気がするね、強さは。草津温泉の草津でしょうか。前回も言いましたが群馬県が草津温泉が群馬県ということは私は今知りませんでした。行ったことありません。総合戦力は B。 あー3、4、5番めちゃめちゃ打ってるね、すごっ。ホームラン23本23本。山岸くん、あ強いですね。148キロの BB、 チューキングツーシーム、シンカー、そしてカーブ、四球持ち、打撃能力も普通。なんか普通にようやくまともなやつが出てきた。そうね、ここがあれでしょうね、極みが来るまでは強かったことでしょう。強いですね、柿沼も大島も多いですね。しかも大島2年生強い。藤井が3割3分の23本ホームラン、佐々木も23本ホームラン、すごいじゃないですか。でこいつは22本ホームラン、岡島天聖プロ、全体的にバランスがしっかりしていてね、うん、万能五高校みたいな感じですね。それじゃ勝てねってことを見せてあげましょう。盗塁6ということは橋本です。ただ相手はクイック C です。全力ストレートでも大丈夫。ナイス橋本ちゃん。橋本だけならできるな。後ろでね、あの覚醒者山田くんがね、あの腕組んで見てましたけど今日は活躍するのかな、つか出るのかな。1年生ですからね、まだね。1年生にしては結構もうキャラ立ちしてるですよ、覚醒。いい当たり。ナイス。ここは3年生に任しておいてくださいよと。山本ナイスです。堅実に行くならここはバントだ。ヒットだ。塩谷園の麻婆春さん、ホームラン打った。稲田、広角打法の稲田ですね。引っ張りましたね、あやつは。今稲田いいな、出してみたら強かったパターンで。広角打法やっぱ強いんでしょう、と思ったら引っ張ってたってね。初球空振り。山岸君も3失点、もうこれ絶望ですよ。今日この大会1点も取られていない松井裕樹相手にね、もう3点も取られちゃう、もう絶望ですよ。この大会防御率ゼロだから強っ、かっこよすぎるよ。投げた、うん、まあしょうがない、インコースの球難しかったでしょう。カット打ちしなくなったね君。確かに。さあ抑えてます。ツーベースナイス田中。6番に下げられて打つようになりました田中です。横田くん、阿部日の横田になりました。横田最初のバッターボックスはショートボール。シンキングツーシーすごいね。今の球打てないわ。まあこれでないからバンバン打っちゃってくださいよ。20点取ろう。20点振り子打法のアベレージいったらかっこいいですよ。イチローさんのごとく、一郎打法が出る前は振り子打法がね、一郎打法でしたから。なったね。投げた低め、ボール球、走れ田中。田中様子をじっと見てみました。田中あれはあのベースに戻らないとやばかったよ今のはチャンス A なんだ元々が。で強心臓かぶってるっていうのが稲田ですね、はいはいはい、チャンスは普通に強い。投げた、これでお、ラッキー。この間もね、あのサヨナラホームラン打ちましたから。打ったね。はい、前進守備だったよ。なめてるぜ、広角打法見せたれ。降格してもいいし引っ張ってもいい、センター返し、ナイス。弾道警備として申し分ない仕事。素晴らしい、素晴らしいよ田中。ナイス、ナイス。さあ1点も上げずに終わるのか。コールド勝ちしてたから0点だったっていう可能性もあるからね、言われてますよ雑誌では。いい打撃飛んでるぞこれ結構。いや仕方ない、ナイス。いやいいですね、皆さん打撃が復活してきました。さあ塩谷園の麻婆春雨ラッキーボーイ、チャンス上がった、強い。取り行こうか。豪快のホームランもねこの大会見せてくれました、塩谷園。それだ、振り遅れていく。インコース来い、インコース来い、インコース来い。ダメだ、うん、なしょうがないでしょう。佐々木そのまま抑える抑える、うわ完全にフラグ立てた。うわー松井裕樹ないない、もういやいいや野球やめるわ。ないすぎだろ、まだ1年あるぞ高校野球だけ見ても。いやまあ今大会初失点はホームランありそうな展開ですね。奪三振はもう10です。サードしっかり、山本ちゃんこういう時ミスやダメよ。よし肩強っ。いやイライラしますよ松井裕樹。まあまあ2点取られただけでしょって、みんな並べてあげて。2点じゃねえんだよ、俺は0点で勝つ男なんだよ。ホームラン打ち返しました田中、やり返したね、素晴らしい。もうバントでいいんじゃないかな。チャンスがつきますから。センター返しの小池ともね少しささやかれてますから巷では。ここで今日打てばねセンター返し小池になるかもしれない。
おお出たーピッチャー貫きセンター返し。いやお前センター返し小池っつうよりかピッチャー殺し小池だよ。あクイックシーでしっこは盗塁せずに、あクイックシー消えたわ。4枚も C かい。第9投げました。ここはもう山本一撃見せましょうよ。第2球投げました。おアウトコース2球空振っていく。さあカット打ちが発動したぞ。第3球を投げました。1カットナイスカット、いいカットよ。三振ダメよ。2カット、おインコースをカットするのはいいカット。そして外角来たところ打っちゃう。最高、それは入れなきゃ。入れろ。あだんだん外れてきてませんか。大丈夫ですかこれ。おお当たったシーンにいいカット。ロック、いやすごいカット。第9球を7入った。ボボボボンだボボボボンだ。うわナイス、足速、橋本足速、走力極めし者強いですね。あんなにさカットしまくったあげくさフィーダーチューサーみたいな嫌がすよ。嫌がつなピッチャー。インコースの球1、2塁間、さすがプルヒッター塩谷園の孫春雨からのあれ5番だったのこいつ。あーふぬふぬ代打にしようかな。満塁ですよ。大チャンスの時に誰かいないですか。山田やろうな。一撃必殺覚醒の山田。島田でもいいけど、でも島田よりも将来の山田だと思う。そうだね、将来の山田だ。さあ先ほどから腕を組んでね、俺はまだかまだかとずっとね見ていました。弾道極み山田、本日絶好調のため三振は消えています。クリア覚醒が。真ん中のチェンジ、サークルチェンジ見逃していく。ボボボボンだボボボボンだ、山田走れ山田走れ、セーフ、フィーチョイス。これはピッチャーお怒りですわ。さあ田中とどめさすか。僕はもうホームランしちゃう。田中砲発射準備 OK。 ぶん回せパワー極みホームラン10本素晴らしい。ダウンと、おっとなんか変な打ち方したな。落ちるんじゃね、落ちたー。うまい。結局10本はねパワー極みのねもうあれです、合格ライン行きましたね。素晴らしい。佐竹行くか、チャンス A はあれか。代打は佐竹。極放送ビーダマイズ。サブゴジ極み。いや相手のキャッチャーとウルフ2つだけど目玉の大きさはこっちの方が小さい。マジちっちゃいな。ビーダマイズの中でも目小さめに設定されてるやつだ。お前あれだったらよかったな、天才だったら。チビーダマイズですね。チビーダマ、チビーダマン佐竹頑張れ。転がした、めちゃめちゃ転がした。お、稲田ここでホームランとしてね。ちょっとね、楽しみだよね。逸材ですね、まだ2年生。それだ稲田、叩きつけるね、君たち。魔物というものの使い方をよく熟知しておる。魔物世代だからな。本当に犠牲フライ前、着実に犠牲フライ打っていく。走力極み。ただのさ、頑張ってる人だから。ナイスバッティング、いいじゃない。スリーベースヒットが出れば走ります。お、聞いたか、サイクルヒットだってよ田中。サイクルヒット、これ田中ね、やっぱここで見せないと、やっぱ見てる時に打たないってイメージだとまた4番に返り去るだけだよな。インサイド見送ってストライク。第3球、あ、いいんじゃない。いいね。4打数違うな、あいな、5打数4安打か。強っ。ナイスバッテ佐竹。田中走ります。終わんないな。さあ竹くん、そろそろ打とうぜ。さあ竹くん、さあ次の投球。いいよ。あんた強心臓マジ変えなきゃダメだわ。もともと持ってるんだから。チャンス A なのに強心臓持ってもう心臓張り裂きようとしている。第2球投げました。進化決まってストライク。松田くん伸びがいいからなんかインストレート投げるな。第4球はあら打ちました。いやーチャンス本当に下がりそう。まあ、変えちゃいます。中野カナイラスト代打。いやマジ強心臓多いな。うちのうち心臓すごくない。心臓に毛生えてるんですけど、なんか特訓でもしてんのかな。みんなすごいよ。もう毎日毎週1日はお脇屋敷行くみたいな。第4球はいやだりナイス。決勝だよなこれ。決勝だな。足元も頑張ってます。こいつも強心臓だ。鍛え抜かれてるね心臓が。まずは精神面からって感じ。メンタルトレーニング何か秘訣はあるんですか。当たれば監督って感じだね。常にね、あの脅しをかけます。それが大事。精神的プレッシャー、うん、それを1ヶ月みっちりやるとですね、あの解放された時に怖くなくなるから。
解放エクササイズってことですね。そういう感じ。取ってアウト、スリーアウト、溜めて解放です。8回の裏。おーい！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 逃げ合う。おーい！おいおいおい、これ赤毒つく。赤毒ついたらもう。よし、やっと終わった。やっと終わったよ。ひどいひどい。お前喜ぶんじゃねえよ山下。ひどいなこれ、来年のピッチャー危ねえな。まあいい感じですね。とても山下くんに赤毒がつかないのが不思議でたまらない。山下くん2キロ上がりました。いやいいね、こいつも強心臓だわ。もはやさあ合宿、山田に行った松井、松井に何かつけられるんか。ピッチャーこれしかないね。じゃあ山田に集中させるか。広角打法とかですか。効果がいいですね。威圧感もついんじゃない、覚醒で。はい、打撃能力欲しいところキャッチャーにでもいいです。キャッチャーにでもいいよ。小池さんがキャッチャー絵になりそう。強っ、使っちゃっていい。使っちゃっていいんじゃない。ゴロピッチャーいらん。マッスル田中がガチマッスルになります。これは効果があって。おい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 、何にも成長しないぞお前たち。カードはめっちゃいいのに。まあ、特打2個あるし使うしかないな。パワーヒッター島田になるよ最後に。パワーヒッター島田。いやお前が広角になってどうすんねん。お前ピッチャーでもやってろよ。お1年生、そして稲田もいいっすね。稲田にもパワーヒッターとかないかな。ないないない。はい左に、これ強いっすね。加藤もなんかつけ。さすがにインコースいったらロボリッター、ハイボリッターどれかつくだろう。あどれかついた。インコースの2つついた。おーインロー強い。西野お前じゃない。稲田。あー松井さんが、お175キロいきました。おーし万能練習入ります。待って待って、変化球なんかない。覚えそうな変化球ないか。あー下方向、あ下方向大丈夫だ。え、ない、何も覚えるやつやってない。あーなら双極にしてもいいかもしれん。やっぱ万能で増えるけどね。いや双極にしなくていいんじゃない。だから双極はね、変化球覚えちゃった時用だから。あー覚えちゃった用か。そうそうそう。てか万能で変な変化球ばっかりこう鍛えてスライダーばっかりやっちゃったら、そっから双極でもいいよね。あ違う変化球選べれば。さあ甲子園、相手は山梨の高校ですね。何ていうんですかあれは。ふえふえ、本当にそうですかね。あふえふきだった。ふえふき面白いですね。ふえふき総合戦力 C。 全然打撃も強くなさそう。どうやって甲子園来たんだ。わもうセンスで。おいチャンス塩谷いっとりー。田中君142キロの CC、 ツーシムファーストスクリューチェンジアップ。マー君に憧れたような変化球ですね。渡辺どれだ。サイドスロー。渡辺裕樹さん転生プロ現役です。まあ、甲子園内相手の能力見ていきましょう。まあなんだろう、さっきの高校のは強かったんじゃねぐらいかな。同じぐらいですかね。普通にやれば力で落ち潰せるって感じですね。茶谷さんプルヒッターがまさかの2流したいのか。逆張りか今日は。雨降ってるから今日は引っ張れねえぜ。どういうことだろう。ショートの守備力。雨怖いねちょっと ね、 そうね。松井ゆきさん体験しませんよ今大会あんまり。三振三振。いやーいい。おっと取られた、打って取られた。満塁やられてます。やられてんの。今だノーヒットです。相手のピッチャーにやられてる。塩谷へ吹き飛ばすフルスイング見したれ。やっぱ引っ張んないとね。ナイスだけど引っ張る警戒。あまずいファーボール多いな今日。雨で滑ってちょっと投げづらいっす。ここはね絶対に経験欲しいからね、勝ち進みたいね。でも奪三振は8取ってるという。奪三振を投手つけたから燃え上がるけど雨で沈下してやる気下がってるんですよね。実際の松井裕樹さんもこんな感じだよね。ちょっとファーボールとか結構多いけどストライクゾーンに来たら打てないみたいな感じでしたよね。やはり荒れ球だから。そう昔からそんな感じ。第3球を投げました。めっちゃ有名になりましたもんね高校時代。高校時代が一番取り上げられたんじゃないかな。なんか言われてたの。いやもう本当にあの、あ記録はサードのエラー。どこに埋められたい。やっぱりサードかな。あのサードベースとってさ、あのサードベースと穴開くからさ、そこに顔を入れよう。やばい今のエラー。雨だねこれは。雨だからね。いやー雨はエラー率上がりますから、こりゃやばいね。松井さんブチ切れプンプン丸かもしれん。ブチ切れですねこれ。結構強いし。さあ危ないぞ塩谷。よしいやまだノーヒットだよこれ5回で。稲田砲発射準備 OK 発射。
ドーンドーンドーン、うえー、あ、ようやく1投打った。チャンス田中、まあ、田中マー君じゃないけど、こっちだ、匠です。匠、田中の髪は、はいはい、短い坊主、レフトフライ一塁タッチセーフ、通りはしません。ここのチャンス、田中打て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 、4番に返り咲いた田中です。4番だと打てないと言われてますよ。それです。ナイスナイスナイス、ナイスプレイヤー、今のはいい守備、こっちはエラーして相手は好守備、やばい雰囲気漂ってます。うち雨に弱いんですか。いや、ピッチャーがね、今日は荒れてるね。松井さん、制球乱れ乱れですね。175キロになって速すぎてなんかできなくなったか、それとも万能練習にしたからなんかピッチャーの投げ方ばっか忘れちゃったのか。まずいぞ、まずい勇気打たれる、まずい勇気ですね、これまずい勇気。交流してくれ、そしてさせ、ここは中間守備を取りました。こっちがくせ者使ったって知らないから。そうか、投球これから2球目。175キロ伸び A は走るばっかいないと思うんですけど、しかも左ピッチャーすっげースラブだけど打たれた。塩谷園取れたやろ今のは。せめて1個アウト欲しかったよ。さっきの田中のさ、ヒット性の当たりセカンド取ったんだぞ。あっちの方が守備いいじゃねえか。やばい。さあここはゲッツー体勢を取ります。ちょっともう守備の動きも悪いっすね。これも雨の影響か。第3球は打った。それは取れるか。しっかり。どこがゲッツーコースやん。これまたボン出されて1点取られちゃったら4点差だよ。一応今日 の見るやつ魔物持ってたからいいんだけどさ、発動するかもわからん、まあ、発動するかわかんないし、ツーアウトとかで回ってくる可能性もありますから油断全くできませんね。ただここはアウト一つ欲しい。お前らちょっと絶対にフィールディングミスはしたくない。だそう、175キロデッドボールなんですけど、まあ、満塁守りやすくなった。荒れすぎだな今日、ぶち荒れすぎてんな球が。抜けてるもん球が。よしよしよし、追い込んだ。さあ内野しっかり頭入れてバックホームもあるよ。いや、フルカウントフォアボールはないはず。あれ球、次が6球目。おいしょー、最後もボール球、あれ出ますマジで。相手は見逃すだけで今1点取れました。いや結構投げちゃってんな松井さん。第2球投げた、ちょうどしっかりハヌー、危ない。なんとか3点差で粘りました。塩谷からだ、魔物使えるね。よし、マンモーノ行こう。まあ雨プラス魔物だからさすがに打たれない、取れないでしょう。もしものことがないようにちゃんと転がせを指示します。安心すんなよ。第3球を投げました。よし、ナイス、抜けろ抜けるチャンスなれ。よいしょ、やってしまいました佐藤君、これはやってしまいました。ここで弾道機にやってしまいますが、熱血で強くなれることをね、まあ証明しましょう。性格変わった稲田君です。初球空振り、甲子園に行くとなんか性格変わるっていう稲田君です。第4球はよし、ナイス弾道、ナイスナイス。横田君全然打ってない、2試合ぐらい打ってない。ここ転がしてみましょうか。変なボンフライだけは一枚だね。そうね、まずはランナー出ること。ゲッツーしようと思っても相手は悪送球の可能性十分ありますからね。投げました。だから内野フライとかいうやつだけは見てよ。そうだね、三振内野フライなし。第3球を投げました。よしよいしょ、はい、やってしまいます佐藤くん。佐藤くん涙目なんで取れなくなったんだ。よしよし、危ないよお前たち、守らなかったらマジ負けてたよこれ。まあ、今日はまずヒット2本しかなかったからね、誰も打ってないねやっぱり。さあお待たせか、第9投げました。極みの最終手段を使ってね、なんとか勝ち上がるぜ。第2球投げた。恐ろしいのがベンチに3人も控えてるというね。あと魔物要員が勝つ体勢はバッチリ整ってるこの世代です。ナイス、お佐藤君取った。変えられない。そうだね、まあ、松井さん転がすできるんじゃね。確かに三振でもいいし、クイック C か。第9今日はいらだってますからね、エラーはするし、雨でも回転もかかんねえし、打つんじゃない。俺もういらだちの一発、いらだちの確定弾。そう、もうラッキー、これで同点はラッキーだわ。バントでいいっすね。第3球を投げた、いいぞ。バントで十分エラーする確率もありますので。第4球を投げた、揺さぶってる。第5球投げた、うまい、うまっ。ボールを掴んだピッチャーから一塁送球、気迫を見せましたが、ここ足元参ります。
いや、いい能力だね。カット打ちつけましたからね、橋本。橋本のカット打ちがどう出るかだね、これ。つけました、あえて。第9球打ちました。もうやってる、もうやってる。1球目ファールから。さあ、カット打ち始まりました。粘り打ち、カット打ち、窮地。第3球を投げました。始まったー。さあ、4球目。おお、いい当たり。切れていきます。さあ、5球目。3。いや、うまいな。いやー、しないでしょ。そしたら無敵の5、6、7。投げました。打ちました。おー、いいんじゃない。いい仕事したんじゃない。いや、すげえな。8ファールだよ。第9、投げた。わお、流して確定弾は強すぎー。わお、まあ、心強いことに、あの松井さんがね、もし本当に全然ダメでも俺がいるじゃないか。うん、中野っていうエース級が控えてるのは強いですね。中野マジエース級ですからね、今。ちなみに中野の時道上げを、はい、強い。175キロじゃん、球速変わらず。変化球もね、すごいですから、超エース級が控えてます。星505ですからね。さあ、ここはゲッツー。本当はエースだったのに。中野が不憫すぎるっていう声ね、結構昔から上がってますけど、マジで不憫です。松井勇気を恨んでください。これもしかし空振り。確か高校生時代松井はめっちゃ三振取ってたんですよ。おお、三振記録というかね、1試合三振こんなすごいよみたいなのめっちゃ取り上げられてましたね。まあ今もそうよね。うん、当たらないもん本当に。このスラーブが伸びがいいからだよ。伸びもそう、ストレートも。第6球を投げた。ありゃ、荒れてるねー。勝てっかなこれ。なんか名物って感じ、もう松井さん名物って感じよ、これは。ゲッツー取れるか、これ難しい。ショートから1、ナイス1つ、ナイス1つ。いや、まだ怪しいな。うわ、2打数2安打2四球。第9投げました。ナイス。いきなり第3球を投げました。打ちました。取った。あれ、おお、走らせない。いいね、いいね、いいやつ。これでツーアウト。こうされたら勝ち見えてくるよ。第9投げました。おお、デッドボールも今あるもんな。マジで今日コントロールダメだわ。怖っ。150キロこんなの打席立ちたくないわ。投球はこれから3球目。おっと、当てられました。レフトは横田。よし、これで3アウトチェンジ。よし、勝ちがぐんと近づいたな、この守備で。それだ。打った。おお、無断同って感じ。取りました。ちょっと左バッターでした。しょぼ。しょぼ。守るわ。あれ、守らせよ。守備固めにね、島田と金井入りまして、守備警備、補給警備入りまして。いいですね。なんかみんながこう役目を果たそうとしている。投げました。ボール。今日まだ3点差だからな。この最終回長いホームだけどちゃんと見ないとな。よっこいせ。マジで今日コントロール悪いね。ていうかもうちょっと球速も悪い。悪い。投げた。決まった。171キロ絶好調で、これか。よーし、ショートは守備極み、かないです。あ、いいね。これでワンアウト。第9、おっと、あれだも持ってんのにさらに臭いところ投げさせる指示。初球を打ちました。セカンドは塩谷園のマーボー春雨。おー、初球しっかりせえよ。ファン、セカンドからファーストまでノーまで投げろよ。148球のまあ高騰ですね、終わってみれば。ただ今日は内容的には良くないですね。結果的にはいいですけど内容が良くないですね。さあ追い込んだよ。ラストボールは何でしょうか。全力ストレート。当たってました。よし。あー、甲子園やっぱ強いですね。相手が3失点。ちょっと魔物なかったらヤバかったですね。山本確定だ。ナイス。前半マジ打てなかったね。2巡ヒットなし。おお、さすが甲子園伸びやすいっすね。2段階ぐらい上がってますよ。松井さんは、おお、スタミナが3上がった。いや、でかいでかい。もう万能練習だからな。濃い良質な本。おお、来た。ついに来た、欲しがってたやつ。投手覚えてたけど覚えられるかな。松井さん、内角攻め覚えられますかっていう話なんですけど。覚えた。頭よ。伸び、 A、キレイ丸、重い球、脱三振、リリース、投手、クロスファイヤー、玉持ち、内角攻め、あれ玉。これはね、これは打てない。あ、金属バットへし折ります。これは打てないです。特に右バッターが手も足も出ません。内角攻めにプラスしてクロスファイヤーもついてるんで、あとはジャイロボールかな。とどめのジャイロボールだな。対左があればもう右打者は内角攻めとクロスファイヤーで無理で、左打者は内角攻めと対左で無理っていう。強いねこれは。
これは極みの黄金期をこれ松井さんが作ってしまうかもしれませんね。